渡里町にある臨時災害ラジオ FM 青空と言います。本当に今回東日本大震災で私たちはそうか、情報っていうのが災害の時には本当に必要なんだっていうことを感じました。よく世の中ではライフラインがね大切とか言いますけれども、実はそのライフラインっていうのは情報だったんじゃないのかしらっていうふうに思いました。そこで2週間ほどした時に隣町の方が災害ラジオを立ち上げたところを見ていて、自分の町の情報をラジオで伝えられるんだということを初めて知りました。それでその災害ラジオの立ち上げを手伝っていた新潟の局の方に「うちでも!」とお願いをして、うちの町でも始めることにしたんです。私たちとしては NPO でこの放送を、コミュニティ放送を運営したいと今考えています。今自分の住んでいる町でどんなことが起こっていて、そしてその住んでいる町の人たちは何を感じて何を考えているのかっていうことがお互いに分かる。そしてその聞いた人もまた自分でそこで発信できる、そういう放送、町の中の広場のような情報を横から横に結びつける、そういう放送をしていきたいなと思っています。これは災害だからとかいうことではなくて、今いろんなコミュニティが変わっていこうとするこの時代にあって絶対に必要なものではないかなって思っているので、市民の方にみんなに参加していただいて放送を続けていきたいなと考えています。事前にもう防災訓練の中なんかでも、うちの町では非常時に細かい情報はラジオの場合にはこの電波帯ですよっていうふうな周波数が割り振りが決まってればね、いいのになって思うんですけどね。もうサイマルさんのおかげで、支援でサイマルラジオに今流れているので、皆さんにお聞きいただくことができるので、いつもね聞いてね、心が落ち着くのとか癒されるのっていうふうに言ってもらえるのは本当に私放送してきて喜びですね。いざという時、ラジオは味方って思ってもらえるようにしたいなと思ってます。そうね。